インタビュー。小滝雄二と、アジクラカノン、7歳の時に運命の出会いを果たした2人の四半世紀にわたる物語を書いた感動作ということなんですけど、これ実を言うとですね、プルーフ版ということで、はい、こちらにあるんですけど、後ろに一応道さんの手書きでね、今までで一番自信がありません、でも今までで一番小説書いたって気がしていますと書いてあるんですけど、これはどういうゆえんでこんな言葉が出てきたんでしょう。いつも自信ない。いつもないですね、基本的にいつもない。本当ですか。ですよ、うんうん、ある人ってなんであるんですか。僕もいろんな小説家の方インタビューしてきて、あんまりこういうことは聞いたことないんですけど、まあ、フラットな方もいるじゃないですか、はい、きっと特にないけどあるわけでもないみたいな。でも一応さんは自信がないけど、でも今まで書いたっていうのはなんかどういうゆえんなんですかね。まあ、一口言うと名前の付けられない感情とか、うん、名前の付けられない関係って、はいはい、言うのは簡単なんですけども、うん、それを描こうとした時に、うん、絵画でいうと印象派みたいな、その影を描くことで光が見えるみたいな描き方って、はいはい、その私にとってはまだすごく難しいことだなって思いながら描いてることが多かったんですよね、はいはい、どうしてもその分かりやすく説明をしたい、こういう風ですよって噛み砕いてしまいたいっていう気持ちがあって、はいはい、言ったらその鉛筆とかペンで主線を書いて、うん、こういう輪郭のこういう形のっていう説明をどうしてもしたくなってしまって、はいはいはい、まあ、それもその自信のなさの表れなんですけれども、うん、ただまあそういう方向に行こうとすると、はい、まあ、担当さんがこれは書かなくていいですっていうふうに軌道を修正してくださって、うん、名付けないものを名付けないまま書き終えることができたなっていう手応えがあるのは本当です。で、自信がないっていうのもそういうことで。でも今その影を描くことでというか、はい、その辺がなかなかっておっしゃいましたけど、この今までスモールワールズとかパラソルでパラシュートとかもそうですけど、僕個人の印象ですけど、はい、なんかいわゆる普通の人で何もこうあっけらかんとしてる人でも、そういう人でも必ず何か表に見せないものが当然あるみたいな、はい、なんかそういったものを結構フィーチャーされて書かれているように私は受けたんですけど、そういう意味では影の部分っていうのは今までも当然書かれていたような気がするんですけど、それとはまたちょっと違うんですか。そうですね、枚数的に長いっていうのもありましたし、はい、ちょっと今までより少し大きいキャンバスで書いてみた、でもこう、うん、多分色数的にはそんなに多くないっていうようなところで、うん、結果的にいろんな挑戦をさせてもらったなっていう気持ちですね、うんうんうん、いろんな挑戦っていうのは例えば、うん、そうですね、女の子同士で友情でも恋愛でもないような、はい、なかなかこれ人にあらすじを説明するのが難しいと思うんですけれども、はい、まあ、そういう明確な起承転結、うん、必ずしもあるものでないニュアンスっていうのをやらせてもらったっていう感じがします、うん、これそもそものいわゆる今おっしゃった良くも悪くもではないですけど、ちょっとこうファジーなというかね、はい、ぼんやりな曖昧な先抽象画みたいな、はい、話もありましたけど、着想とか、まあ、テーマとかどの辺まで一般社さんの方からある程度こういう感じで書いてくださいっていう感じだったのか、どういう経緯なんでしょうね。まあ、担当さんからはもう具体的な要望っていうのは特になかったと思います、うん、はい、それこそ寝る前にちょっとずつ読んで、はい、読んだ後こう大事にしたくなるような本を作れたらいいですねみたいな感じだったんですね、うんうん、なもんで2020年に初めてお会いして、はい、実際連載始まったのが2021年からだったので、まあ、第1話書き上げたのは本当ね、2020年の年末ぐらいっていう、結構なかなかこうスタート切れないっていう。ちょっとその動画見るのに脱線したりとかですよね。まさにそうです。そうか、その中ですけど、まあ、さっきちょっとお話いただいたんで、そこに伺っていきたいんですけど、やっぱりスモールワールズだと家族の いびつさみたいのが描かれていたように思うんですけど、今作はそれとはまた異なる形で、個人的なんですけど、家族ってなんだろうって考えさせられたんですね。で、それやっぱ前編通してなんですけど、読み終えて今思うのはね、やっぱりなんか良い悪いではなく、自分以外は全部他人、家族も恋人も友達も、あと異性間の愛だろうが同性愛だろうが、みんななんかイコールかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、その辺さっき一緒さんがおっしゃってたこの2人の関係性は恋愛でも何でもないっていうのちょっと近いものはあるんでしょうか。そうかもしれないですね、うんうんうん、こう他者との距離って、はい、
いうか、なんででしょう、すみません、僕もちょっと分かりにくかったかもしれないですけど、具体的にこの中でちょっとだけ ネタバレしちゃいますけど、なんかゆずとカノンの言葉で今僕が申し上げたことをその如実に感じた部分があって、一つはどっちも最後の方かなと思うんですけど、ゆずのその心の中の家に誰をどこまで入れるか自分で決めていいっていう文章と、カノンのそばにいてご飯を食べさせて愛情をかけるのは誰だっていいんだよ、産んだ人間のすることだけは特別で尊いなんて思わないって、2つがそれぞれあったと思うんですけど、はい、なんかどちらもそれぞれ別の、ね、あの言葉なんですけど、ある意味なんか同じというか、そうすると関係って性って何なんだろうってなんかちょっと考えさせられたんですよね。つまり血縁とか家族って、そうですよね、うん、家族だからどうこうとか、うん、母親だからどうこうっていうふうに、まあ、一義的に決められることに対して、うん、私はあまり好きじゃないですよね、うん、まあ、自分は子供いないですけれども、うん、あのヤフコメとかでそういうの見るだけでもイラッとしますよね。あ、そうなんですね、はい、なんか母親なのにこんなことするなんてみたいな、はい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 、ちょっと感想にもなっちゃうんですけど、その今の家族ってなんだろうと同時に、まあ結局愛って何なんだろうみたいに思って、編集者のね、あのこれ担当者の方で、ね、この紹介文にもありますけど、35歳、男、趣味はゴルフ、読者の感動を伝える定型句として、これは自分の物語というものがありますが、最初自分の物語ではないなと思いました。でも、読んでそれはすぐに消えたってあると思うんですけど、これ僕も本当にあの取ってつけたわけじゃなくて全く同じことを感じて、でもっと言うとアニメ版ですけど、イエスかノーか半分かを見させていただいた時に、やっぱりあの国枝と都築が、はい、のあの関係性を見て、まあ、あちらにもキスシーンがあって、こちらにもね、ちょっとあの女性同士の近いものがあったと思うんですけど、なんかその時に最初関係ないなと思ってたけど、あの誤解を恐れずに、僕どっちもやっぱすごいドキドキしたんですよね。ありがとうございます。そうなので、なんか自分の中の、今までそういう経験はないんですけど、なんかその気持ちが分かるみたいに思って、ちょっと興奮したところも正直あって、 ありがとうございます、はい、いやなので家族って何なんだろうもそうだし、愛って何だろうとか、なんかその辺がいい意味で、一応さんがこの作品書かれることで、さっき決めつけたくないって決められるのが嫌だっておっしゃってたと思うんですけど、なんか全く同じように感じて、だからなんかその辺すごく不思議で、読み終えた時には自分の物語じゃないと思ったけど、なんかわかるわみたいな、そういうものってのは、なんか一応さん書かれる時にその辺をやっぱり読者に例えば感じてもらいたいとか何かあったんですかね。それか今までの作品でも常になんかちょっと個人的には通ずるところがあるように。そうだな、まあ、同じ人が書いてるので、どうしてもこう通底するものっていうのは、ね、あるのかなって、うん、いやでも書いてる時は本当あんまりこう先とかラストを決めてなかったんですね、うん、これに関しては、もうあの連載なのをいいことに、はいはいはい、とりあえずなんか今後の締め切りを乗り切ってから考えようみたいな、はいはい、あのドラえもんの話で、タイムマシンでなんか翌週の漫画読みに行くっていうのがあるじゃないですか、おしし仮面っていう、はい、漫画の続き読みたくて行ったら、結局なんか漫画の先生がなんかその未来から持ってきた原稿を見て書いてるみたいな話があったと思うんですけど、あれは多分藤子先生の心の叫びだったんだなと思うとともに、なんかすごいわかると思って、なんか未来の自分のカンニングをしたいと思うぐらい、割とこう、まあ、悪い言葉を言えば行き渡りばったりな部分も、なんかなんとか物語として収束してほしいなっていうところで書いてたので、何かそういうメッセージ的なものっていつも私何にもないんですよね。出たとこ勝負、こんなんできましたみたいな感じですね。じゃあなんか今おっしゃったようにというか、その当然ね、あの一穂さんが全部書かれた作品なんで、一穂さんの作品は、はい、そこに残る読者の読後感とかそういう世界観っていうのは、まあ、当然通ずるものがあると思うんですけど、もうなんかそこはあまり意識して書かれてないっていうことなんですか。そうですね、全く意識してないと思います、うん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 、決める決めないっていうのは結構決めつけるとか最後は自分で決めるとか、なんかその決めるっていう言葉がなんか一応さんの今までの過去のインタビューを見てきたり、はい、先ほどのところにも出てきたと思うんですけど、他人に対しては決めつけないっていうのと、先ほど心の中の家に誰をどこまでいるか自分で決めていってあったと思うんですけど、はい、あのそれと他人に対しては決めつけないって、これ2013年の三浦紫音さんとの対談の時に、はい、なんか降ったら土砂降りでしたっけ、はい、そこで登場人物を書く時には誰も否定しないようにと思っていると、
はい。で、なんか今回もそう思えたんですけど、決めつけないとか、否定しないとか、なんかその辺をやっぱりすごく受けるんですけど、まあ先ほど話してもそういうのは多分あるっておっしゃってたと思うんですけど、そういうバックグラウンドって考えたことないかもしれない。どっから来るんですかね。バックグラウンドですか。やはり、自分自身子供の頃って、こうあまり家が裕福でなかったとか、あとはまあその昭和の最後の方の、子供なので、今の子みたいに情報量の溢れた中で生きてないですよね。はい、僕も昭和最後なんで一緒です。だからこう、私今自分が例えば中学生とかで、なんかアニメイト近くにあったら、もうなんか欲しいものありすぎて、なんかのたうち回ってると思うんですよ。こんなにもなんかいろんなものに溢れててって思うんですけど、でもなんか今自分の子供時代思い返すと、なんか割と貧しいよなと思って、あの平成初期の感じって。はいはいはい、わかります。なんか自分の親の子供の時の話とか聞いてると、いやもうありえないと思うじゃないですか。でもこう、自分が例えばその年下の会社の子とかに、なんかおばちゃんの子供の頃はさ、とか言って、もうマジありえないっすね、みたいな感じで言われて衝撃を受けるんですよね。でも子供時代って欲しいもの買ってもらえないとか、まあそのありふれた話ですけど、こう、親は自分のこと分かってくれないなっていうことがあって、たりで、あまり好きなところに行けるわけでもないので、必然的に図書館に行くことが多かったんですよね。で、まあその時から今もなんとなく思ってるのは、結局自由なのって頭の中の世界だけだから、その頭の中の自由っていうのを私は誰にも明け渡してはいけないし、それと同じように人の頭の中にもその人の世界っていうのはあるんだなっていうのを、漠然と思ってた気がします、その本を読むっていうのはまさにその誰かの頭の中を見せてもらうことなので、なんかそうやって大きくなってきた自分が誰かの頭の中を否定したらいけないなっていうのは思います、なるほど。なんかすごい腑に落ちましたね。その光のとこにいてねって今までの作品と、まあ当然話が違うんですけど、なんかこの作品の中で今までにないようなご自身にチャレンジしたことってなんかあるとしたら、抽象的なこと具体的なことどんなことでもいいんですけど、分厚さとまず、はい、あとまあ長いスパンで登場人物、四半世紀ですからね。そうですね。これ最初から考えてたわけじゃん、それも。子供から大人になるまでっていうふうにはしようかなって思ってました。でまあ年齢をどれぐらいジャンプするかとか、最終的にいくつになってるかっていうのは流動的な感じで、まあとりあえず7歳からやってみっかっていう感じですね。四半世紀、まあ結果的にってことだと思いますけど、その辺はなんか。でもある程度早い段階で見えて、そしてなんかその理由はあるんですかね。そうですね、子供と大人の成長みたいなのを書きたかったっていうのはあって、全くの子供から始まって、で少し大人になる、いろんなことが見えるけれども、まだその自分のことを自分で決められる年齢ではなく、まあ、その不自由さだけをはっきりと認識できる年にはなってるっていう高校生から、次完全に大人になって、もう自分のことは自分で全部決めていいはずだけれども、まあ現実ってそうもいかないっていうような3段階で結果的にはなりました。結果的にはってありましたけど、これは僕が言うわけじゃないです。なんかの記事にありましたけど、ノーアイディア、ノープラン。はい。着想後もこう執筆遅れってあったと思いますけど、はい、村上春樹さんは結構好きですか？あ、好きです。で僕、アンダーグラウンド僕も一番好きなんですよ。あ、そうなんですね。はい、で、これちょっとだけ繋がれたと思ってるんですけど、そうすると、職業としての小説家って読んだことあります？はい、あります。そうかって、その中で覚えてらっしゃるか分かんないんですけど、春樹さんはこう、自分の中の小人、はい、オートマコビとか出てきて結構最初一気に書いちゃうみたいにあったと思うんですよ。いちほさんに関してもこの作品はさっきの、まあ、出たとこ勝負っておっしゃってましたが、やっぱり最初になんかもうあんまりプロットとか細かく考えずにいった感じなんですか？そうですね、この頭の中で揉んでるうちって結局こう答えなんか出ないんですね、私の場合は。なんか実際にこう手を動かして走らせてみて、こう初めてその登場人物の造形であったり、その行動原理みたいなのが分かってくるっていうところはあります。もう切羽詰まると、やっぱり常にそのことを考えているので、なんか火事場のバカラジ力的に、なんか多分なんとかしなければって、多分この村上先生のよりは、だいぶ OS の取る小人がいて、これだろみたいな、言っとけっていう風になるので、振り返れば、なんかできたみたいな
自分でも なんで間に合ったのか分かんないみたいな感じですね、まあ、間に合ってはなかったんですけど、ね、これ書けないというか遅れるというか書けないにもいろんな中身ってあると思うんですよね。ちょっと私事になっちゃうんですけど、私も今ちょっとたまたまありがたいことに本を書く機会をいただいてて、はい、でまあ、僕の書けないとちょっと比較するのもおこがましいんですけど、その書けないの中にも例えばそもそも書く時間がないとか、なんか場所に依存して書けないとか、編集者さんとの相性とかね兼ね合いとか、あとどこまで話を聞きどこまで貫くかみたいなものとか、まあ最終的にはさっき自信ないとおっしゃってましたけど、どこまで自分を信じられるかみたいな、なんかいろいろあると思うんですけど、一応さんの中で、まあ、今作においてなかなか書けなかったとかっていうのはどういう感じだったんですかね。大体いつもその怠け心に負けてしまうので、はい、うん、眠気とかに、あ、結構普通ですね、親近感あります、はい、あとはそうですね、そのプロットを立ててない分、その先が見通せないっていうことが怖くて、うんうんうん、一歩先は見えてるんですけど、はい、それを書いてしまって、うん、行き止まりだったらどうするんだっていうのが怖いんですよ、うん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 、もう一歩書いたら、はい、まあ言ったらその水面の飛び石をずっと移動するような感じなんですね、はい、石を一個行くと次の石が見えたって、うん、でも見えなかったらどうしようとか、うん、戻れるのかなとかぐるぐる考えてしまうので、うんうん、まあ、次の石に踏み出すことがもう怖くて書けないっていう、うんうんうん、思いついてるとこ書いて、あと何も出ませんでしたってなったらどうしようっていう、うん、不安に駆られて、うん、でもまあ日程が迫ってくるとさすがにそっちの方の不安が大きくなってくるんですね、うん、はいはい、そうなるともう横になってもちょっとなんか動悸で眠れなくなるので、それでなんかやばいって思って起き出して、なんかもうとにかく何でもいいから日本語を書くんだみたいな、それで何がしかの日本語をまとまった分量でとにかくお送りすればあとはもうそこからの話にこう別のフェーズにはなれるだろうっていう開き直りに至るまでの迷い長いんですよね、うん、そうか、じゃあなんかその過程だけを話してると結構しんどいですよね。しんどいですね、マジで。まあ、だからこそその動画というかね、いろいろある種の現実逃避というかやっぱ必要ですよね。どうなんでしょう、村上先生はなんか多分何の迷いもないような感じですよね。困ったことないってね書いてらっしゃいますけどね、まあ、実際どうかってねありますけどね、まあ、そういう意味で連載が逆にあったのが、まあ、苦しいながらもね良かったと思うんですけれど、そうですね、これ書き下ろしでって言われたら、はい、多分まだ書いていきますね。連載と締め切りなかったら一応さん結構かなりかかる可能性がありますか。そうですね、はい、うん、そもそもなんか発注がないとなんか書きもしないタイプなんですね、うん、町工場なので、はい、発注あってこその納品。これでも現実的な問題として当然締め切りがあるから書けるっておっしゃいますが、そういう時に乗り越える、まあ、そうやって乗り越えなきゃいけないと思うので、一歩道なりの習慣とかルーティンって何かありますか。まあ、さっきの動画見るとかもそうだと思うんですけど、強いて言うなら、うん、どうしてもしんどい時は手で書きます、キーボードでなくて。それはやっぱりなんかさっき 手を動かすって文字通り、まあ、文字通り手を動かすんですね、うん、したらなんか言葉がなんか出やすいんですね、はい、私昔は全部手書きでしてる時期もあったんですけれども、ちょっと手首が痛くなるんで、はいはいはい、今はほどほどにして、うん、やっぱキーボードだとなんか違うなと思ったら全部消しちゃうじゃないですか、はいはい、そしたらなんかこの1時間で2行かみたいな、でもますますやる気がなくなるんですけど、まあ、手で書いてると消せないんで、はいはい、絶対違うなと思ってても次書いちゃえってなるんですよ。あと書いた感ありますもんね。そうなんですよ、ね、こう 目に見えるの で、はい、でそれでちょっとこう弾みつけるようなところはありますね、うん、パソコンだと消せちゃいますからね。そうなんですよ、1日今日何やってたんだろうみたいな、やっぱありますか。伊藤さんにあります、あります、はい、残しときゃいいんですけどね、はいはいはい、なんか消しちゃいますよね、はいはい、なんかパソコンだとその正解を出そうとしてしまってどうしても、うんうんうん、でも間違えてもとにかくもうやってみる方が多分トータルで言うと時間的にもかかってないのかなという気がします、うんうんうん。